とかがね、家庭で生まれます。ゆうたです。今日は今からこの看板、この看板このまんまでもナチュラルな感じでいいんですけど、この木の枠を全部黒で塗っていくので、黒に色を塗る前の下処理をしていこうかなと思います。全部こういう木のザラザラのとことか、こういうネジの穴とかを全部パテで埋めていきます。で、今回使用するパテはこのパテを使います。内装とかいろいろいろんなところに使うパテなんですけど、これを使って補修していきます。で、これを使って綺麗に補修した後に全部色を塗っていきます。なんで今日はまずこの作業を行っていきます。じゃあ早速始めていこうと思います。水が深いところはもう1回だと無理なので、ちょっと厚めに持ってきますね。で、1回で仕上げるんじゃなくて何回かで仕上げるぐらいでね、いった方が綺麗になるんで、まずは深いところから埋めていきます。まあ、1回目はもうこんな感じでいいかな。この節とネジ穴を埋めるぐらいで、で、これで1回削ってもう1回パテをやります。必要だったら3回ぐらいこの工程を繰り返すので、で、こっちはね、これが固まらないうちに1回これをちょっときれいにしてみます。はい、じゃあこれ乾いたので、パテがね、これを今から削ってきます。でも本当、集塵機が欲しい。集塵機がないので、集塵機代わりにこの掃除機で粉を吸いながらやってきます。家の中でやるときは、こういうことやらないと家の中がやばいことになるんで。じゃあ早速削ってきます。さすがに家の中でやる。外で削っていきます。わかるかな。本当にうっすらだけパテが乗ってます。で、このボコボコとかがね、パテで埋まります。ここもボコボコなのをバテで埋めてるだけ。ここはあと1回ちょっと盛ります。ここもで、1回目のパテが終わりました。もうこの辺はもう完璧。あとちょっとこの深いところね、ここにもう1回ちょっとずつパテを入れて削って終わりにします。
この木に盾を買うにあたって気をつけないといけないのは、やっぱり木は水を吸ったりとか、あと伸び縮み、呼吸するものなので、あんまり高さを出して持っちゃうと割れの原因になったりします。なので本当に軽く傷もね、平らにしてあげるぐらいの縦の量にしてないと、100ワット綺麗になったつもりでも割れます。まあ、車の板金も同じなんですけどね。たまにバイクのカスタム屋とか車のカスタム屋とかでも、もうパテモリモリでねやるとかあるんですけど、パテモリモリで板金とかしてところはあんまり重要じゃないかな。あんまり、まあ、ガラスが入ったパテとかカーボンが入ったパテとかいろいろあって、まあ、割れづらくなっているかもしれないですけど、あんまりパッとパッとやるとやっぱり割れの原因になります。でも本当薄く、おう！で、これでしっかりパッとのが固まったので、これでまた2回目削っていきます。よし、いいかな。よし、でももう一回ここだけ打っとこうかな。さあ、これで薄く買ったパテは乾いたので、軽く磨いて終わります。よし、これで磨きは完全に終わりです。で、これであとは塗料が届いたら、まずこの木に下地を塗って、その次に色を塗っていきます。黒をね。今日はこの辺りで終了です。どんな塗料もそうなんですけど、使う前は必ずしっかり塗ってください。